サポーターの皆さん、こんにちは。チョンテセです。岡山戦、やっぱ先発で出してもらったんですけど、自分の思うようなプレーはできなかったですね。岡山もだいぶ引いてたんで、監督には前の方で残ってろって言われたんで、ゴール前で残ってたらなかなかボールを触れる機会が少なくて、ちょっと悩ましい試合になってしまいました。徳島の印象なんですけど、まあ僕がこっちに来て一回対戦したんで、その時もスタメン出してもらったんですけど、すごく組織が出来上がってるなっていう印象を受けました。特にボランチの岩尾選手を筆頭に、まあ、監督も4年目っていうところで、結構穴のないすごくいいチームだなと思いました。攻撃的でもないし、守備的でもないし、そこら辺のバランスがしっかり取れてて、でもなかなか崩すのがすごく大変で、でも気づいてたら、まあ、相手の修正能力というか、試合の中でここがこういう状況だからこうしていこうっていうのをボランチの岩尾選手に中心にやって、すごく前半後半で全く違うチームになったなっていう、そういう修正力もあるチームだなと思います。まあ、もう試合数もどんどん少なくなってきますね。観客数もちょっとずつ緩和されているんですけど、でもやっぱり岡山戦もそうだったんですけど、観客の方が少しでも多くいらっしゃるだけで、選手たちのテンションというのも変わるし、モチベーションというのもすごく変わるし、やっぱり人前でプレーしてこそ、本当にサッカー選手としてのやりがいをすごく感じるなと思いました。そしてスタジアムにお越しになれなかった人たち、その人たちの気持ちもしっかり僕たちは組んで試合をしています。これからも、はい、一緒に戦えたらと思います。たくさんの応援していただけるようなプレーをさらに見せていきたいと思います。頑張ります。明日の徳島ヴォルティス戦もダゾーンで配信しています。ぜひ熱い応援よろしくお願いします。徳島まで足を運んでいただける皆さん、ありがとうございます。共に戦いましょう。次回はホームは11月1日日曜日に東京ヴェルディ戦です。シーズンパス対象試合、この試合からビジター席の販売もスタートします。サポーターの皆さんといいゲームにしたいと思います。応援よろしくお願いします。